なってきてますね。去年の世界選手権では団体4位です。このトパロはブルガリアでは中堅選手。どんな演技を見せますか。ゆかの演技が始まりました。はい、ですね、決めがいいですね。曲ですかね、はい。まあ、ゆか女子のゆか運動にはその音楽が必ずついてるんですけれども、その曲の雰囲気っていうんですかね、各国それぞれなんか特徴を持っているような気がしますね。はい、ですけれども難度的に問題がありますね。はい、ブルガリアのシルビア・トパロワのゆかの演技でした。